リーフフィッシュ、学名マナサースパリアキャンサスは、スズキ目、ポリケントルスカに分類される、淡水魚の一種。枯葉そっくりに擬態する魚として知られる。この葉を、アマゾンリーフフィッシュという別名もある。生魚は、全長10センチメートルほど。体は、木の葉型で左右に平たい。口は大きく、前に長く突き出すことができ、下顎に一本のヒゲがある。 名の通り枯れ落ちた葉のような形である。体色は灰色や茶色で不規則な黒縁があるものもいる。顔の前面は白っぽい。ヒレの色も体色に合わせているが、胸びれと尻びれ、背びれ後半の南上部分は透明である。アマゾン川を中心とした南アメリカ北部に分布する。淡水域の水草や木の枝、落ち葉が多い区域に潜む。 通常は頭を下に向けていることが多い。泳ぐときは尾ひれを振らず、透明な胸びれ、背びれ、尻びれを細かく羽ばたかせて泳ぐ。これは、フグ類によく見られる泳ぎ方である。動きは遅いが、小魚や甲殻類などを貪欲に捕食する。これらの小動物を見つけると気づかれないようにゆっくりと近づく。鼻先まで近づいた瞬間、大きな口を筒のように前に突き出し、 一瞬で丸飲みにしてしまう。普段とは、かけ離れた早業の後は、何事もなかったかのように、漂う枯れ葉に逆戻りする。枯葉によく似た姿ゆえに、水族館などでも飼育され、熱帯魚としても人気がある。ただし魚食性が強く、自分の体の半分くらいまでの魚は捕食してしまう。餌にするならば別だが、テトラ類など小型の熱帯魚とは、 一緒に買わないよう注意しなければならない。ありがとうございます。